質問は自分を客観視するにはどうしたらいいかと。今日の教えで言うと修道です。修道を実践すれば客観視することができるようになります。じゃあ修道って何って言ったらね、修道っていうのはこれが心だとすると、ね、心だとすると何かをするっていうのはこの中に欲を入れるってことなんですよ、心の中に。そうすると欲の部分と、ね、欲の部分とその欲の入っていない隙間の部分がこうねできますよね、はい、この隙間の部分を作ることによって客観視ができるんです。ね。だからいかに余裕を空けておくかが大事なんです。心の中に。ね。ということはどういうことに心がけるか。まずは頭の中を空っぽにします。あれもやらなくちゃ、これもやらなくちゃっていうふうに思うことをやめるってことです。あれもやらなくちゃと思ったらその時は どうするかそれはあれもやらなくちゃと思ったらそれをやるべきことのリストに書くってことです。これもやらなくちゃって思ったらやるね。それが今やらなければならないことでない限りやるべきことのリストに入れるってことですね。そうやって日頃から頭の中を空っぽにしていくっていうことが大事なんです。ね、何かをやるときには一つだけやるんです。そうするとね、頭の中でね、ああこれもやろうと思ったら、ああでもやらなくちゃ、これもやらなくちゃと思ったら、その時は、いやもうとりあえず書いといて、一つのことにその一つのことに集中するっていう話ですよね。そう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 、そうね。そして同時にもうね、その診断会の人ってね、なんかこう高森先生を目指してね。もう一度に同時になんかあれもこれもやっておくっていうことを美徳としてる人がいるんですよね。でこれは間違いです、ね、一度にやるときは一つだから次に移るときは前のものをちゃんと片付けてから次に移る。次に移るときは前のものを片付ける。次に移るときは前のものを片付けておく。そうやって一度に一つだけを徹底するんです。ね。そして何かを買ったら次のやつは捨てるってことですか。前のものを捨てる。そうやって整理の習慣も身につける、うん、とにかくね、本当に一つだけにする習慣をするんです、
どうしてもね、隙間があるとね、冷たくなるんです。ね？例えば整理をしてね、隙間を開けるじゃないですか。隙間を開けるとね、隙間が空いたところをこう隙間を開けた状態にしておくことができないっていう人がいるんです。なんかね、隙間が空くとね、なんか本を借りてきてでもね、こうやって入れてきたりする、物を置いたりする、隙間を隙間として置いておくことができずに何かこう冷たくなる。例えばね、カバンの中にね、その持っていくものを入れたりするじゃないですか。持ってきたものを入れたりするとね、ちょっとこうカバンに隙間ができる。あ、この隙間にこれも入るんじゃないかと、こういうふうに思っちゃう。それを隙間を開けた状態にしておくっていうことが大事だ。ね、とにかく隙間を開けた状態で維持していくっていうことが大事です。なんか一つのことで集中すると、うん、もう周りが見えなくなるというようなイメージもあるんですけど、それは頭の中がいっぱいになってるから。だから一つのことに集中すると、それね、そのそれで周りが見えなくなっちゃうっていうのは、その一つのことじゃないんです。その一つのことから派生したいろんなことがもう頭の中にあるんですね。だからそれをもう全部書いてね、もう隙間があるような状態にするんです。で、もうこれから先没頭してはいけません。まあこれはね、なかなか難しい。一人暮らしをしていたらね、難しいね。その例えば家族ができるっていうふうになった時にね、本当に思います。没頭なんてできない。わかります？没頭していたらね、家族がね、餅を焼いてくれって言ったってね、言いにくくなるじゃないですか、没頭してる姿を見て。例えば僕がゲームに没頭していてね、あーとちょっとね、パパジュース、あ、うん、ちょっと今いいところなんだからとかっていうふうになったらね、もうジュースってお願いすることもなくなる。その状態ってのは今欲の中に、だから全部を欲にするというイメージ。そう、全部を欲にするってことだ。だからもうこの余裕の部分に人から何か入ってきてもいいような状態にしていくってことなんです。人が何かこう何かを頼んできたとかね、そういう時にパッと反応できるように余裕を空けておくってことなんです。それを中道って、今中道することはそんな難しくないけどね、中道の難しさはね、24時間365日続けることなんです。つまり今始めたらね、死ぬまで続けることなんです。でこれはね、一人でやるのは非常に難しい。やっぱ家族を持つってことが大事です。中道をするときにね、大事なことは家族です。なぜかというとね、やっぱ知らず知らずのうちに没頭してますね。そうすると家族を持つとね、その家族が怒ってくるんですね。え、なんで怒るのみたいな、なんでみたいな感じなんで、なんで怒るのね。それで初めて、あ、没頭どうしていたからか、ね、いつも例えば家族がいたらね、家族が声をかけてきた時に 0.5 秒で反応できるようにしておかなくちゃいけない何か例えば僕だったら執筆してる最中でもね、ね、ココを入れてくれって言ったら、ん、分かったよ、ココを入れてくるねって言って中断できるかね、私が何かやってる最中でもね、家族は気持ちよくね、声をかけてくるかどうか、これやってくれ、あれやってくれって、コーラ入れてくれって言ってくるかね、
ラーメン作ってくれって言ってくるから、ね、そうするとね、もう何かに没頭することはできなくなります、ね、その没頭できない状態をもうずっと続けていくことが中道です。そうするといつも自分を俯瞰して見える目ができるようになるってことですね。俯瞰する目っていうのはどう思います？俯瞰する目っていうのは自分が例えば欲を起こしたら、ああ今欲を起こしてるなって分かるってことです。その怒りを起こしたら怒りを起こしてるなっていうことが分かるってことです、ね、何かに没頭してるとその周りの人の姿が見えない、その姿がなんとなく見えるようになるってことです。私のやった言動によって相手が傷ついたら、あ、傷つけちゃったんだなっていうことを受け止めることができるようになる。相手が攻めてきたらね、この余裕の分だけ耐えれるんです、ね、だから本当に人と一緒に暮らすっていうのはね、私たちは一人で暮らしてる時はね、この余裕の分も全部ひくるみで使えると思ってるんです。でもね、人と一緒に暮らすようになるとね、この余裕の分も全部開けておかないとね、この余裕の分が優しさになるわけです。だからどんなにあれもやりたいこれもやりたいと思っても一つずつ順番にやっていくしかないし、いつも心の中に、ね、余裕を空けておかなくてはならない、ね、でもこれは本当に中道を実践するときはね、本当家族を持つっていうことが非常に大事になります。でもこの中道を実践しない人が家族を持つと大変なことになります。本当に喧嘩ばかりになる、うん、だから家族を持つってことはね、中道を、これから中道を死ぬまで実践するっていうことなんだな。で、独り身でね、中道を実践するってことは難しいからね、自分でできる心がけとしては整理をして隙間を空けておく訓練をするっていうことが大事です。で、やるべきことリストを作って、未来のことは全部やるべきことリストに書いてね、頭の中に置いておかないっていうことが必要になります。そうやって、常に心に余裕を保った状態で毎日を暮らしていくようにする。例えば職場の時も仕事の時もね、その仕事に没頭することなく、後輩からとか同僚から声をかけられた時はパッと反応できるような状態にしておくっていうことが大事です。そうすると何かあった時にこのやったことについて自分を客観視することができるようになるので、だいぶ自分の姿を振り返ることができるようになると思います。自分、まあ、仕事上で自分がこれが正しいと思うと他の人はだいぶ意見が違うなと、うん、いうのよく感じるんですけど、うん、それは中道ができてないってことなんですね。自分が正しいと思ってもそのみんながね、それが違っているってことがあったら、中道ができていたら自分も正しいけどみんなが正しいというのも正しいんだな、その正しさにね、一つを求めない、それが大事なんです。みんなにとってはこれが正しくて、私にとってだからどちらか一つを取らないんですよ。どちらか一つを取るっていうのは余裕がない状態なんです。まあ、結局最近はどちらかというと、まあ、他の人が、まあ、そうなったのはそっちに合わせることにしちゃってるんですけど、うん、それは大事です。でも自分は間違ってると思わなくていいです、ね、正しいことが
いくつもあるんだということを思ってほしいんです。だから自分が正しいと思うところも残しとく、相手が正しいと思うところも入れてあげる、そういうことが大事なんです。だから正しさを一つに求めないっていうことが大事なんです。親鸞聖人もね、ね、是非知らず蛇生も若の好みなりって言われてるよね、うん、何が正しいか何が間違ってるかわからない、わからないっていうことはね、何か一つに正しさを求めないっていうことが大事なんです。だから相手に合わせることも大事なんですよ。だって相手にとってはそれは正しいから。だけど自分の中で正しいと思う気持ちもね、正しいんだなっていうふうに残してあげることが大事なんです。だから自分は正しいと思うけど相手の正しさに合わせてあげるっていうのが心の余裕ってことです。それを自分は間違っていて相手が正しいんだって言って相手に合わせていたとしたらね、それは結局もうその相手の正しさに自分の中をいっぱいにさせているわけですから。だから自分の中に自分の正しさと相手の正しさ両方とも入れておく、心の余裕を作っておくってことが大事です。相手に合わせたとして、いやでもこれ大丈夫かなと不安を感じながらやってることはちょこちょこあるんですけど、うん、だから何かあったらもう謝ったらいいと、そういうふうに思って、まあ謝ればいいんだと、まあ、世間告げされたとしても謝ればいいんだと、そうですか、ね、はい、分かっていただけたでしょうか。それが客観視してることなのかな。客観視っていうのはあくまでも自分のやってることを客観的に見るっていうことなんです、はい、だから余裕があればとにかく客観視できてるんだっていうふうに思ってください。心に余裕ができていたら、余裕ができていればってこと、はい、はい、って感じですけど、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ今日は以上です。